はい、俺です。今回は、カードっていう機能ね、YouTube の中の設定であるカードって機能の説明なんですけど、これちょっと YouTube をで動画上げてる人しかわからないんですけど、そのね設定がまあいろいろあるんですけど、その中で一つすごいいい機能があって、それをちょっと一個だけ紹介しようかなと思ってます。あんま長くやってもしょうがないので、まずこのカード、まあクリエイターツールってとこに行ってもらって。そうするとね、こうやっていろいろ設定できるわけですよ。で、そこにカードっていうのがあって、カードね。まあ、この間ね、終了画面とアノテーションってやりましたよね。で、まあ、同じようなもんなんですけど、このカードっていうのは、たまにこの動画を見てて、上にこういうふうに、ここら辺に、白い枠が来ると思うんですよ。でも中に文字が入ってて。で、それは何かっていうと、このマーク、これを押してもらうと、こういうふうに出てくるんですよ。次のおすすめ動画みたいな感じですよね。動画中に出てくる。で、これが、自分の設定の中で、5枚、こうできるんですよ。で、しかも指定した中で、この時間、動画の時間の中で、まあこれはちょっと長い動画なんであれなんですけど、まあ10分とかね、20分の動画でも、ここにはめ込められるんですよ。入れられるんですよ。で、そうすると、まあね、この、じゃあ今13分12秒、とこで、これが、動きますよって。そうね。ね、今来たでしょ？これ。これが、これです。ね、ちょっと長かったね。で、これを、まあ、そうすれば、今のカーソル行けば飛んじゃうんで、そのページに飛んじゃうんであれなんですけど、今押さなかったんですけど、で、これで、こういうので、ですね、自分が思ったことは、よく、フレンドさんとね、ゲームをやって、で、ね、まあ、ボイスチャットしますよ。で、ボイスチャットしましたって、まあ、こっちは見る側の意見から見たとしたら、誰が一緒にやってんだろうって、まあフレンドってのは分かるよね。でもその人も配信してるかもしれない。で、見てる側からしたら、何の雑談してんのかなって、いや、じゃあ誰なんだろうって思った時があると思うんですよ。で、それで動画を作る時にやっぱこのカードとかアノテーションとかっていうのを使うとより一層、早くそれが分かるようになるっていうことを伝えたいんですね。で、それでまずカードを追加で押してもらいます。で、まあ僕はね、もういろいろカード入れちゃってるんで、あれなんですけど、一個だけ今消してわざとやってます。で、これで、チャンネル、他のチャンネルを宣伝する。まあこっちでもいいんですよね。再生リスト、動画または再生リストを宣伝します。ってやると、ここに URL を貼れるんですよ。で、ここに、その一緒にやった人の、トップページの URL だとか、その人の作った動画、一緒にやった、動画の URL を貼るんですよ。で、ここにメッセージが入れられたりとか、この、で、ここにティザーのテキストとか、これはほら、おすすめですよって。おすすめの配信者さんですっていうふうに、いろいろ記入してもらって、まあ、この辺はまた調べてもらってね、個人でね、長くなってしまうので、で、カードを制作ってやると、まあ、これキャンセルしますけど、そうすると、ここに1個出てくるんですよ。で、あと、ま、このね、他のチャンネルを宣伝するって。まあ、これも同じですね。同じようにできるんですよ。で、5枚できるんで、まあ、一つはね、自分のね、過去の動画。でも、これもう一つは、ね、その、フレンド A、フレンド B、フレンド C とかね、でできるので、こういう機能をうまく使って、その、自分のね、フレンドの方までね、その、拡大させていく。で、見てる側から、そら、あ、こっちの目線もあるんだって。一緒にやってるのを、あ、今このシーンでこっちの角度から見たらこうだったんだっていう風に見せられる、パティーンができると思うんですよね。いや、それも終了画面とも一緒で同じようなことができるので、まあカードのね、説明をしながら、まあその、まあ、カードのね、この、他のね、機能ね、いろいろね、あるんでね、ぜひこういうアンケートとかも使えるんで、やってみると楽しいと思います。それではね、まあまたお会いしましょう。バイバイ。
あ、それで、このカードっていうのは、